はい、皆さんこんにちは、奥津キッチンです。普段僕は美味しく食べながらダイエットをするためのレシピを紹介しているんですけれども、今日の動画は宣言動画になります。僕は6月12日長野県で行われるベストボディジャパンに出場したいと思います。実は一度ベストボディジャパンに出てこのくらいですね絞り上げたことがあるんですけれども、今回は2度目のチャレンジになります。そこで大会を目指しながら減量していくリアルな過程というものをお伝えできればなというふうに思います。でなぜ長野なのかというところなんですけれども、こちらパーソナルトレーナーをしている友達がおりまして、サポートしていただけるということと、旅行がてら長野に行こうかなと思いまして長野を選びました。で先ほどもお伝えしたように、普段このチャンネルでは美味しく食べながらダイエットをするためのレシピを紹介しておりますが、ダイエットといっても、2キロ3キロ痩せるのも結構難しいという人もいるかと思います。で後ほど詳しくご紹介していきますが、僕は今回10キロを目標にダイエットしていきたいと思います。で僕自身も食材を選んでいけば食事のストレスなくダイエットをすることができた経験があります。さすがに体脂肪 5% 前後まで絞ろうと思ったら、結構しんどいかもしれませんが、ある程度までなら無理せず楽しみながらダイエットができるよというところを、リアルな食事も紹介しながら、ご紹介していければなというふうに思います。で今増量中でここからダイエットをしていくんですけれども、お恥ずかしいですけれども、まずは、ビフォーの方をちょっと晒していこうと思います。じゃあちょっと脱いでみます。よしという感じで、今ですねちょうどベストボディジャパンの公式のパンツに履き替えてみました。マジでやばいっすよねこれ。もうお肉もめちゃくちゃ脂肪乗っちゃってますし、もうこんな感じです。めちゃくちゃ脂肪乗っててすごい恥ずかしいんですけど、今増量してたのでめっちゃ太ってます。もう腹筋もないし、もうパンツの上に脂肪乗っかっちゃってて、もう浮き輪状態になってるんですけども、こんな感じです。ちょっと姿勢正すとね、まだマシなんですけども、ここから絞る過程というものをリアルにお伝えしていきたいと思います。で今回計画を立てながら、約4ヶ月で絞っていこうと思うんですけれども、実際どのように減量していくのかというところを今からご紹介していきたいと思います。はい、ということでこちらの画面を見ながら減量計画を紹介していきたいと思います。現在ですね、2月13日時点で175センチ、72キロ、体脂肪 12.5% ぐらいだったんですけれども、これを6月12日時点で体重62キロ、体脂肪 4% ということで、4ヶ月で約10キロ、1ヶ月で 2.5 キロ減量していきたいと思います。目標4ヶ月で10キロというところなんですけども、どういうふうに目標を立てていくかというところで、現在僕の基礎代謝がだいたい1750キロカロリーで、インターネットで計算すると出るんですけれども、僕は基本的にデスクワークが多いので、こういった計算方法を用いて計算すると、生活代謝、普通の生活や運動をすることによって、消費するカロリーですね。でこれが850キロカロリー。これを足したものが活動代謝になるんですけれども、だいたい2600キロカロリーという計算になります。で脂肪1キロを落とすのには7200キロカロリーマイナスしないといけないという計算があります。でこれは脂肪というのは 1g あたり9キロカロリーなので、1キロでいうと9000キロカロリーになるんですけれども、脂肪の中にも水分が含まれていて 20% は水分ですので、9000キロカロリーの 80% で7200キロカロリーという計算になります。でこれを10キロ落としますので、120日で7万2000キロカロリー落とす。で1日で計算しますとマイナス600キロカロリーしていけば、10キロ落ちるというような計算になります。もちろん体重10キロ落としていく過程で全てが全て、脂肪10キロ落ちるというわけではないとは思います。もちろん筋肉も落ちていくと思いますし、全部が全部脂肪じゃないとは思いますが、ざっくり計算するとこのような形になります。ということでこの差を見ていくと、だいたい僕は1日で2000キロカロリーで過ごすと、4ヶ月で10キロ減量できるというような計算になってきます。あくまでこれは数字上の計算なので、もうこのように行くわけがないんですけれども、ざっくりとした計算はこのような計算になります。で1日2000キロカロリーの内訳なんですけれども、
まずタンパク質の量を決めます。タンパク質というのは筋肉を作る材料になりますので、これはしっかりと摂取していきます。だいたい体重の2倍から3倍ぐらい、取るというふうに言われておりますので、まあその間を取って 2.5 倍、だいたい僕は70キロですので約 175g、 タンパク質は 1g あたり4キロカロリーですので、だいたい700キロカロリーをこのタンパク質から摂取します。でその他三大栄養素の炭水化物脂質の割合なんですけれども、炭水化物を 50%、 脂質を 15% で、タンパク質 35% というような割合で摂取していきたいと思います。じゃあ具体的にどのような食事をするのかというところなんですが、僕はざっくりですねこのような形で考えてみました。まずこの薄い黄色の部分をメインで取っていきたいと思います。そしてこの薄いピンクの部分は間食といったような形で、まあ、プラスアルファの部分として取っていきたいと思います。まず上2つ炭水化物源なんですけれども、僕はダイエット中にオートミールは1日1食は入れたいなと思います。ダイエット中は便秘になりやすいという方も多いかと思いますが、僕はこのオートミールを1食は入れることで便の出が全然違いますので、このオートミール1日1食は入れていこうと思います。あとは基本的に米、まあ、玄米だったり白米だったり、まあ、米を取っていこうと思うんですけども、まあ、これを 400g、 だいたい 130g を3回取っていこうと思います。でまあ、ここがですね、さつまいもに変わったりというようなこともあるかと思いますが、ざっくりこのような形で考えております。でタンパク質源ですね、こちらは、鶏のささみでいこうと思います。胸肉はちょっと最近飽きてきて、鶏のささみに今ハマってるので、だいたいささみでいこうと思いますが、まあ、これが胸肉に変わったり、もも肉に変わったり、また牛肉に変わったりということがあるかと思います。あと鶏ばっかり食べていたら飽きるので、鮭とかですね魚なども取り入れていこうと思います。あとはこちらキノコスープですね。キノコはもうカロリーもほぼゼロですし、食物繊維たっぷりでかさも増すのでお腹に非常に溜まりやすいんですね。で僕はお汁物がすごい好きなので、このスープにして食べていこうと思います。でスープにすることによってカロリーも抑えられますし、まあ、満腹感も得られるということで、まあ、中華スープであったり、和風のスープであったりという形で取っていこうと思います。であとは果物なども取りながら調整していきたいというふうに思います。でこれで総カロリーが約2000キロカロリー、タンパク質が 36.7%、 脂質が 12.3%、 炭水化物が 51% というような形になります。まあ、ここをですね少し調整しながら、最終的には行っていくと思うんですけれども、例えばタンパク質をもうちょっと減らして炭水化物を多くするというようなこともあるかと思いますし、まあ、少しずつ調整しながらやっていきたいと思います。でまずは2000キロカロリーで、減量を行っていきますが、やっぱりどうしても壁にぶち当たって停滞してしまうこともあるかと思います。で停滞した時の基準をどう置くのか、そして停滞した時に何を行うのかというところなんですけれども、まあ、ここは1週間で体重が 500g 以上変化がなければ対策を行っていきたいと思います。で対策としてはまず有酸素運動を取り入れる。ここはまあダイエット初期からやっていこうかと思うんですけれども、まあ、この有酸素運動を取り入れてさらに運動量を増やしていこうと思います。具体的にはエレベーターを使わずに階段を使うですとか、一駅前で降りて歩いて帰るとか、そういったことを行って意識的に運動量を増やしていこうと思います。でそれでも減らなければカーボサイクルダイエットというのを取り入れていこうと思います。これは炭水化物の量を揺さぶっていくダイエットなんですけれども、まあ、こちらはまたダイエットをしていく中で、紹介していこうと思います。でそれでも減らなければヒートのような、まあ、高強度の有酸素運動を取り入れていって、でそれでも減らなければカロリーを減らしていこうと思います。そして最終的にはもうこちらですね、もう根性で絞ると。もう最後はもう根性だと思います。もう絞れなければ根性、気合でもう体を動かして空腹も耐えながらダイエットしていこうかと思います。はい、ということで、今回は宣言動画になったんですけれども、まあ、このチャンネルのコンセプトでもある美味しく食べながらダイエットをすることができるよということを僕の実体験をもとにご紹介していければなと思いますので、ぜひ応援していただける方はチャンネル登録、そしてグッドボタンなどよろしくお願いいたします。それでは良い一日を。